上田市立東小学校上田市立東小学校は長野県上田市にある公立小学校。旧上田市地区の市街地東部、主に旧小さ型軍常入村地区を学区としている。1872年の学生判区により、翌1873年には小さ型軍防山村に名林学者が道軍踏入村には成屋学校が設置される。 1874年には、明林学者が、進む新学校と解消し、1876年には、常田村と、踏入村の合併で、常入学校と解消したが、1886年に、小さ方郡上田町、常磐城村の小学校と合併し、上田学校が発足すると、常入学校は廃止。進む新学校は、防山文教場となる。 しかし1889年に常に入村が上田町に合併されると坊山文教場は廃止された。結果、町立上田人情小学校男子校、女子校への登校を余儀なくされてしまう。1889年の坊山文、教場消滅から27年経った1916年、町立上田男子人情高等小学校は、市街地東部が近い将来開発されるのを見越して、 本校の登校者を設置することにした。結果27年不便を強いられていた、旧常入村地区の住民は大いに喜んだという。1919年に、私立上田男子尋常高等小学校の登校として独立。1922年の上田私立尋常高等小学校の発足で尋常化のみ、収容の登校となり、女子も収容する。1941年に、 上田市立東尋常小学校として完全独立上田市立東国民学校から高等科分地を経て1947年の学生改革により上田市立東小学校と解消した。校舎は設置から解消まで上田市立小工学校が置かれていた地にあったが、同地に上田市立第一中学校が移転したのに伴い現在地に移転している。 ありがとうございます。